ことをやってるとそういう人たちが見つけてくるよ。ああ見つけて見つけて、え、向こうが向こうから向こうからこっちから言ったらあかんよ、あんなもんって。こっちからよろしくお願いしますって言って面白いなこれ。こっちからよろしくお願いします。ダメなんだ、ダメなんだ、逃げていくよ。逃げて向こうピューって逃げていくんだ。あそうプイってされる、プイ向こうから来させるようにするんですよ。あ、それ仕向けるような組み合わせ。いやいやいや、だからね、何でもええんですよ。何の業界でもええし、どんな世界でもええんでね、そこでとりあえずは実力じゃないけどもな、ある程度ナンバーワンに近いぐらいまで行くわけですよ、もう一生懸命頑張ってからつけて。で、そこで思いっきり単価上げてもらうわけよ。ほんならそういうとこから。ああ、それはマッチ合わせんだけどね、確かにね。売ってくださいって来るわけよ。で、ブランドにして、そしたら、よし、この釣り竿1本100万ぐらいで売ってるっていうようになるね。なるほどね。まあ、その1週間早いっすね。早いでしょう。いや、もうなんか俺、あっという間に1週間に、あ、やべ、テーマどうしようみたいな感じなんですけど。うん、1週間もそうやねんけどな。はい。早くない ?1 年。いや、早いっすね。いや、多分ね、ワクワクしてる人とか、いろいろと、一生懸命やってる人が早いんですよ。僕、今週やばいっすもん。本当に早いと思って。あれと思って、もう1週間なんだと思っちゃった。うん。いろいろ電力で走ってたら。うん、これの、これいつも見てくれてる人は多分そうやと思うんやけど、はいはいはい、これいつも見てくれてる人は、はい、来年もっと早いよ、多分。そうね。いや、それ、ね、多分、その、僕もまっちゃんも共通項が最近、まっちゃんと、常にいろいろとやってるじゃないですか。自転車をね、動かしてるじゃないですか。うん、それ早いっすよ。うん、今日はちょっと遅れてごめんなさいと。あ、いやいやいや、ちょっと、いつもちょっと早くやろうということで、はい、ちゃんに伝えてんけど、はい、遅れてごめんなさいと。今日は、何日かな、12月の12日です。え、12日12月の12日、僕の誕生日の3日前です。僕15日なんで。あ、本当、あ、おめでとうございます。ありがとうございます。37歳だよ。年ですね。1212の火曜日と、はいはい、はい、ということで今日もやっていきましょうと。はい、はい、お願いします。もうね、ニュースないよ。うん、ないの今日は。マジかよ、ないのか。尺どうしようって言われた。もうな、もう毎回の話ですよ。もう煮詰まってきましたね。なってきたでしょこれ。本当煮詰まってきたね。あいちゃんとこれやりだしてからずっと言うてきた、これもう自民党みたいなやつ、うん、自民党がもう行っちゃいますよみたいなやつ、もう来たでしょ完全に。来たね、そうね。もうすごいことだね。ただな、まあその何て言うかな、政治献金というかパーティー券というか裏金というか、うん、まあいろいろなことやって、いろんなこと続かれてんねんけどな、はいはい、俺はっきり言うとそんな大した話じゃないと思うねんこれ、今回のこれ、うん、別に、いや言い方悪いけど、うすうすはやってたやろと。分かってたはずでしょ、こんなもんないからな。そうでしょ、うん、そんな大きな話じゃないんやけど、ここまで大事にして叩かれる安倍派みたいな、清和会。そうね、そうね、うん。そういう話なんですよ、結局は。だから、うんうん、だから、こんなもん別に表に今更出す必要もないような話やしな、はっきり言う。そうね、そうね。うん、ブスースはそれぐらいのことやってたやろと、金いんねんからと。そうね。分かってんねんけども、うん、今更表に出して袋叩きにあってるっていうことですよね。っていうことは簡単に言うと、もう清和会自民党いらんよねっていう話なんですよ。そうね、そうね、いらないね、うん。うん、ただそれだけの話ですよ。だから、うん、だからな。うん、これを動画ではいつも言ってるように、結局はその細かいところで、あいつが何して、あそこが何してて、 あそこがああいう悪いことしてて、なんか表出てきたとか、そういう話でやっと全く見えなくなるっていつも言ってるのがこれなんですよ、はいはいはい、うん、大枠の流れなんですよ。だからそうね、うん、つまるところはこれ何やってんのっていう話なんですよ、うん、結局毎回毎回同じ繰り返しだし、毎回毎回その結局作られた動線でやってる部分もあるし、それがバレちゃってる部分もあるから、もう飽きちゃってる部分もあるんですよね、うん、人間がね、人間っていうのがおかしいな、うん、でまあ今日な、朝ちょっと、はい、ね、はい、新聞俺見えへんけど、チラッとコンビニで新聞こう、はい、並んでるの見たら、
岸田政権支持率 22% まで低下って書いてたから、それ 2.2% やろとかって思ってる。まあ、ある意味、岸田さん、その興味ないですよね、もうね、なんか、まあ、確かになんか政治関係の仕事やってれば、僕は AI 関係の政治の話はすごくトレンドで自分も勉強してるんですけど、自分の枠以外の政治絡みって、そんな見てないな、全然な。はい、でね、うん、まあまあそういうことなんですよ。だからまあ自民党勢若いですよ。要はこれ明治以降続いてきたね、はい、安倍さんのあのおじいちゃんの時から、うん、あの戦後な、戦後な、安倍さんのおじいちゃんの時から続いてきた、まあそれよりもっと前の明治維新、はい、明治維新以降のこの自民党の清算っていう形ですよ、はい、結局はな、うんうんうん、自民党というかその明治朝政府っていうかな、はい、そういうものを解体っていうことですよね、はい、であとまあ世界的に行くともうほらドイツもガタガタ崩れていて、要はねやっぱり物の中心は、うん、ことの中心はドルでありその法定通貨であると、西側、そこの根源の部分がもうだからさ、なんていうかな、もう溶けてなくなっていってるって感じですよ、もう、うん、だからそれに引きずられて当然香港なんかもな、もう香港の証券会社なんかバタバタ倒れていってるからな今。そうですね、うん、だからもう証券っていうかな、もうああいう株式っていうのも、もうああいう株式相場みたいなやつもガタガタ崩れていきますよ。もうすでに崩れてんねんけどな。まあ、すでにってますね、そうですね、はい、うん、崩れてんねんけども、やっぱり今のところまだそのジャブジャブ吸ったマネーが世の中に余ってるんで、そのやっぱり指数としては保ってるみたいなイメージですよ、指数だけな、うん、個別で見たらボロボロですよ、もう、うん、うん、で指数はなんとか保ってるけど、やっぱりそれも乱高下しだしたんで、これ乱高下するっていうことは、はいはい、うん、入り乱れてるってことですよ。そうですね、うん、もう慌てて換金してるところもあれば、うんうん、空売ってるところもあれば、あとは、うん、安いとこ拾ってすぐ売ったろうとかな、うん、そういう博打ですよ、もう博打は賭博とかしてますよ今、うんうん、まああんまり近寄らん方がいいんじゃないの、ああいうものにもうこれからは。そうですね、うん、もう勝手にやったらほっとけばみたいな、うん、近寄らん方がいいよ、システムの近くにはな、ね、うん、まあそんな感じです。だから特別何も言うことはない。別に今日なんかご説明する、世界のニュース的になんか変化があるわけでもないし、ね、いやいや、だから変化はあるよ、毎日日々変化してるけども、うん、そのああだこうだいうような話じゃないってことですよ。もうその通りに壊れていってるってことですよ、もう、うんうん、壊れてるというか、うん、溶けていくというか、一回やり直しというかな、うんうん、まあここで一回やり直しましょうっていうのがあと2年間ぐらいですよ、来年と再来年ですよね、はいはいはい、うん、でまあ 3,4 年後にはまあまあある程度一定の次の形が出来上がってくるっていう感じ、違うかな、うん、一定のね枠組みがねできてくる、うん、まああとはね、金銀のそのああいう現物というか、まあ、うん、金属というかああいう現物相場なんかもそうなんやけど、乱高下してるでしょ今、してますね、うん、金も銀もそうやけど、すごい跳ね上がってすごいまた売られてってなってるでしょ、うん、ペーパーの方がな、うんうん、あれね、だから結局あれもそのなんていうかな、今はペーパーの方ですよ、ペーパーの方は博打場とかしてますよ、うんうん、だからもう溶けていってるんでね、やっぱ換金売りっていうかな、そうね、うん、急いでキャッシュにしないといけないっていうところ、うん、人というより組織というか、そういう、うん、急いで換金、キャッシュが必要なところですよ、そういうところが慌てて売ってみたり、ゴールドにしろシルバーにしろ上げてもらっちゃ困りますみたいなところは空売ってみたら、 それが入り乱れてるって感じですよね、うん、ただね、そのペーポーの方が上がろうが下がろうが現物は関係ないんでね、実際問題現物持ってれば、うん、はい、それはね、相対比較として円にしろドルにしろ、それのその通公定通貨に対して相対比較で安くなった高くなったってあったって、うん、それはその現物の金銀っていうのはそれはそれ総合の価値を持っていくってことになるんでね、今後も、うん、通貨っていうのは法定通貨っていうのは普遍的価値がないんですよね、そもそもが。そうですね、そうでしょ、うん、誰かが勝手に作って借金で生み出してるだけのシステムなんでね、はいはいはい、ただ金銀っていうのはそれはそのものそのものに価値があるんです。それはいくらとか、うんうん、いくらとか言うからおかしくなるんで大体、うん、通貨なんてね、変わってしまえば、ね、法定通貨って変わってしまえば、もうね、全然違う話になってくる、タイミングが。そういう意味合いで、まあ、多少保存しとくのはいいんじゃないでしょうか、みたいな感じですよ。あんまり上がった、下がったって考えないってことですよ、ああいうもんっていう。うん。確かに。
と思いませんかって話なんですよね。うん、確かにね、確かに、まあ、確かにその通りですよね。うんうん、だから、どうしたって、なんていうのかな、貴金属にしろ、天然資源にしろ、はい、なんていうかな、その通、法定通貨の数字と比較するからおかしくなるっていう部分って結構あるんですよ。うん、まあまあ、それは指標としては、それなる、ならざるをえんねやるけど。うん、だからもうね、やっぱり金、ゴールドなんかそうなんですけども、やっぱり何千年にわたって普遍的価値があるもんなんでね、うん、これ。確かにね。うん、通、法定通貨なんての100年に1回ぐらいで壊れてしまうんだ、90年かな、そこら辺で。はいはいはい、80年から90年、100年以内で必ず1回やめましょうってなって新しくなっていくんやけども、はいはい、まあこれがいつも言ってるのは普遍的価値みたいなもんも、こういう話ですよ、結局は。はい。まああんまり本当ニュースはありません。もう予定通りっていうか、もう、うん、最後の何て言うかな、うん、追い込みというか、追い込みも終わったんちゃうかな、これも、うん、あ、もう仕上げ終わったんで、あとはほっといたら溶けてなくなっていきますみたいな、うん、そういう状況違うかな今、うん、確かにそれは、ね、上の方は全部首取られてますよこれ、完全にも、うん、ああ完全に首取られてますね。ああもう取られてます、取られてます。あとは右往左往してる残党がおって、それが溶けてどうしようっていう状態ですよ、うん、今も。なるほどなるほど、うん、だから安倍派潰してまだ未だにもうおらん人ね、うん、安倍さんもおらんでしょうが、まあおらんで、ね、なのにまた安倍派って叩いてるわけでしょこれ異様な雰囲気よなこれ、だから、まあ、確かにね、異様な、だからそれでも何をやってるかっていうのは想像つくと思うんですよ。はい、こんな感じで、はい、じゃあ今日も行きましょう。行きましょう。よろしくお願いします。はい。ということで、ね、いや、今日も全然テーマ連絡なかったんで、全く聞いてなかったけど。はい。僕もテーマ自身がどうしようかなって悩んでたんで。まだ決まってない？実は。でも、一個、シェアさせていただくとね、すごく僕、体験談の話ですよ、今日。質問するんですけど、この間、箱根旅行、箱根で、忘年会あったんですよ、神社関係の。で、普通に、周りにね、いっぱいお金を稼いでる人たちがいるんですよ。うん、で、まあ、いわゆる1億とか2億とか、まあ、もっとだ、まあ、5、6億稼いでる人たちがいるんですけど、ね、みんな共通項が1個あったんですよ。なぜ売れてるかっていうのを話聞いてると、ほとんどの人が、コミュ力がありすぎなんですよ、みんな。え？みんなコミュニケーションがありすぎるって感じだなと思う。コミュニケーションがありすぎる？ありすぎる。だから、いや、稼ぐ人っていうのは、みんな、ああだこうだ言ってコミュニケーションがあるんだなって、人の話をよく聞く人が多いなっていうのがすごく。あ、うん、俺全然人の話聞かんけどな。でも結構ディスカッションは好きですよね。好き好き。だからさ、だから ディベートみたいなことをする人ってなんかすごくみんな頭のなんだろうな、その、なんだろうな、うまくいってる人のパターンが多いのかなっていうのは多いと思うんですけど、抹茶的にどうですか？頭の体操してるっていう感じちゃうかな、自分で。ああ、うん、なるほどね。うん、まあ当然その、はい、知識を得たりな、知識を得たり、はい、その、はい、学んだりっていうことは大事やねんけども、はいはいはい、やっぱり自分のものにしてしまおうと思うと、自分が表現せなあかんこうになると思う。ああ、なるほどなるほど。うん、で表現、自分で表現して自分に刷り込んでいってるっていうような感じ。うん、そんな感じ違うかなと思うけどな。そうそうそう、結局なんか抹茶から見て、これ、マッサーのことで、僕の興味があることなんですけど、つまんない話かもしれないんですけど、その、お金っていう通貨か、通貨資産、資本家か、資本家の人たちにとると、どういうことが好きだったりするんですか？なんか、何例えば、資本家の人たちって好きなものっていうのは、みんな共通してる部分もあると思うんですけど、どういったものに興味があって、どういったことが、大好きだったりするところがあるんですよ。なんかますどんな質問やのそれ。いや、なんか例えばさ、まあ、サウナが好きとかさ、サウナがよく好きとか、サウナによく入ってるとかさ、いや、本当に面白い人が、大体、それなりに稼いでる人というと、なんか、詳細たりでたまに行くんですけど、サウナ好きなんですよ、みんな。サウナ。サウナが大好きで、サウナで、ね、これ今日多分これ見てる人、今日愛ちゃんお前あんた質問悪すぎるぞって思ってたもんね。だってもう今回質問事前ちゃんと何をそのグタグタなさとかみたいな。グタグタ。まあどうにかまとめるけど俺が。すいません申し訳ないです今日は。まずもう一回言って、その何その
どうな何を思ってるのみたいな話ですよね。そうそう、うん、どういう風な思考になってるのかっていうの。多分な共通してるところはあるのはね、一人好きよ。一人が好きですね。多分これ見てる人で同じような立場の人おるかおらんのかおると思うんやけど、はい、そうと思ってると思うよ。一人が好きなんですか？一人です意外ですね。みんな分断で群れるのは嫌いなんですか？うん、ならない。基本的には一人が大好きですよ。へ、うん、でね、さっきあいちゃんが言ってたそのサウナみたいな話ってあるじゃないですか。はいはい。あれもね、ああいうとこ行くのにも、やっぱね、そういう人たちって一人で行きますよ。ああ、うん。まあ、奥さんとかっていうのはあるやろうけどな、たまに。それでも一人が好きよ、やっぱ。でね、例えばね、これ、はい、男同士、男性同士で行ったら、うん、まあ、二人でサウナ入ったりすることになんねんけど、うんうんうん、これってね、そういう人たちって嫌いですよ。うん。疲れるから。うん、やっぱり。なるほどね。うん、で、奥さんと行くんやったら、だって男性、女性別々なんで、はいはいはい、はい、うん。まあ、そんな気にはならんということですよな。でね、あれ、そのサウナ的な、サウナみたいな話もそうなんやけど、まあ、瞑想とまではいかんけど、一人になって考えたいみたいなやつですよ。はいはい、もうそうですよね、サウナはそうですね。うん、体もそうや、体も整えるっていうのもあんねんけども、その脳みそっていうかな、はい、頭の中も整えるみたいな話ですよ、はい、結局は。まあ、だから、ああいうところでテレビがこう、たまにテレビでニュースとか、なテレビが映ってんのよ、うん、あれ見てたら余計腹立つみたいな、うるさいな、みたいな。ああ、いますね、はい。このテレビ消せとか、はい、まあ、それはええわ。でね、まあ、共通項としては一人が好きみたいなことと、はいはいはい、あとは考えるみたいなやつとか、学ぶみたいなやつですよ。うん、で、これ、本を読んで学ぶみたいなやつとか、ラジオ聞いて学ぶみたいなもんもあんねんけど、はいはい、やっぱ考えて頭の整理して、次の行動の準備するみたいなことを毎日やってると思いますよ。うん、おそらく、うんうん、根本的には一人が好きですよ。じゃあある意味その一人にさせられるやつをプレゼントしたら喜ぶって感じなんですか、やっぱりそういう方があって、まあ、例えば、あ、ごめんなさい、話の途中でどうぞ、はい、うん、もう一回言って、何？プレゼントどういう意味なんかよくわからない。例えば極端なすごい汚い話をしますよ。すごい汚い話をすると僕自身の疑問もあったりするんですけど、例えば、まあ、資本家だったりとかお金を持ってる人と仲良くなりたいとあるじゃないですか。うん、で、まあ、一緒にビジネスするわけじゃないけど、仲良くすることによって自分にとってメリットだから仲良くしたいんですけど、じゃあ仲良くするために一番手っ取り早い方法は何だったのかなんですよ。共通の思考を持つってことですよ。あー、なるほどね、うん、はいはいはい、共通の趣味みたいなもんでもええと思うよ、うん、趣味ね、なるほど、うん、だから、うん、あのね、そういうことか、そういうことです。あんまりゲスなこと言うと良くないんですけど、そういうことで、ね、あと、まあ一人になりたいのが好きということが一つな、うんうんうん、で、あとね、じゃあ逆に嫌いなことはもうはっきりしてるよ、多分見てるのも、そう、うん、商売の話しに来るやつ。あー、なるほどね、はいはい、これは大嫌いですよ、共通して間違いなく。なるほど、面白いですね。資産家であればあるほどそうですよ、うん、なるほど、めんどくさい、うん、めんどくさい、こうやったら儲かりますよとかな、はいはい、これに組みませんかみたいなやつとかな、はいはい、これに投資したら儲かりますよみたいなやつとか、はいはい、その手の話は大嫌いですよ、うん、なるほど、してくるなって感じ、もう電話すら来んな、してくるなみたいな、あ、うん、はいはいはい、これは嫌いな方やな。で、まあ、あと、まあ、なんていうんかな、ただ面白いことは好きなんで、うん、面白いことでその資本を投下して未来につながるようなことは大好きなんで、その、はい、商売的な形じゃなくて、なんて言ったんやかな、これ、まあ、前回の動画と一緒でワクワクドキドキみたいなやつは好きやと思うよ。あ、やっぱりそうなんですね。いや、なんか、うん、まあ、あのまっちゃんとこう1年以上やってても、確かに、まあ、なんだろうな、話というか思考だったりとか似てる部分もあるし、それ以上になんだろう、気軽に例えたまってないからいいんですけど、本当になんでこう、なんだろう、通常の仲良くなる方と、資本家の人と仲良くなるのはまた違うなっていうのはすごく最近見えてきて、それで人もそうなんですよ。うんうん、そう、うんうん、でも、真っ青の人たちもそうなんだけど、仕事してる人、やっぱりそういう人と仲良くなりたいな思考はどこにあると思っていて、うん、結局、仲良くなって、まあ、それでなんか、まあ、いい、なんだろうな、ビジネスにつなげたいなって人が多いと思うので、まあ、具体的にもっとその、
どういうプロセスで踏み込んでいけばいいかなってのは聞きたいですよね。だからまあ嫌いなこととしてはその商売的な話で寄ってこられるのは嫌と、うん、ただね、うんうん、何かのお役に立ちますみたいな話、うん、ただなお役に立ちます言うても商売かかって寄ってくるから、うんうん、そのなんかごますってやってくのは面白くないじゃないですか、ね、なんでそのなんでその商売的な話とか資産運用的な話とかそういうものが寄ってくるの嫌がるかというと、うん、別にそれ以上いらんと思ってるんでもう、うん、それなのにそんなこと言われてもな、うん、鬱陶しいだけじゃないですか、鬱陶しい鬱陶しい、うん、それよりは何て言うかな、もうちょっとかゆいところに手が届くみたいなことを提案してもらいたいみたいなやつ。ごめんなさい、その具体的にかゆいところっていうのはどういうところっておっしゃってます？いやだ、皆さんどんな人でも資産家さんでも持ってると思うよ。もう ここをちょっと手伝ってくれる人が欲しいなとか。ああ、じゃあ自分のにとって負のところってことですよ。あとね、まあ面倒くさがり多いですよ、多分もう。ああ、まあまあそうでしょう、抹茶もそうでしょうね、うん、いや。そもそもそんなことやる必要はないんでみたいな人ばっかりやから、ね。ああ、自分のね、なるほどね。そのいわゆる面倒くさいことを、やってくれる人が疲れるっていう感じなんですかね、そうなると。そりゃそうやよな、やっぱな。あうん、だからまあ俺の場合言ったようにその船の運転みたいなやつ、まあまあもともとだって趣味が大好きな船だったりとかだったですもんね、うん、そうすると、まあ、あと何でもええですよ、もう極端に言ったらその車の運転手でもええしな、もうそれすら嫌やからな、うん、俺はもう運転すんのも、うん、だから運転するの嫌だからその車の運転手がいると嬉しいってことですもんね、なるほどね、うん、あ例えば何でもええやん、あと家政婦さんみたいなやつとか、ね、で料理人みたいなやつとか、料理人が、うん、であと例えば何やったっけ、まあ俺ファッションとか洋服なんか興味ないんで、まあ全然あれやけどね、あと何や、どんなもんがある、うん、まああとは娯楽、そうで今なんかいわゆるマッチでも趣味からの趣味の延長線でみんなお金作りたいのか、それとも趣味じゃなくて最終的に未来投資をする、要は資産を投資したいのかってどっちなんですか。要はマッチ今の話って大体趣味のことが多いじゃないですか、日常生活趣味とか、例えば船だったり、船って別にやったとしてもそんな利益になるわけじゃないですか、でもお金は投資したいって言ってるじゃないですか、だからどうなんですか、やっぱりその利益っていうことに対して興味持ってないよ、うん、ああそうなんだ、そもそもがそこか、もうそのはいはい、だから今言い方ちょっと悪いけどね、ものすごい言い方するとね、悪い言い方すると愛ちゃんのその話自体が嫌がると思うわ、もう。ああそういうことね、面白くないんですよそういう話、面白くないんだ、あなるほどね、うん、それは全然当たってます、そういうことか、はいはいはい、うん、多分皆さん一緒ですよ、そういう、うん、なん言い方悪いけどな、あんま興味ないんですよそういうことに、うん、あじゃあ話変わりましょう話変わりましょう、それはまあ、ね、言い方悪いけどな、言い方悪いけど、はいはい、そうじゃない立場の人からするとやっぱり、はい、ね、気持ちは分かるんですよ、そこが一番大事よねと思い込んでる人たちが、そうだから逆にそっちの立場、そういう立場になってしまうと、もう資産家みたいな方な、うんうん、もう興味ないんですよそんなもんに、そうです、だから謝ってしまうんですよね基本的に、だから要は結局皆さんそのお金その差のところで謝った行動をしてしまうことが多いのかなと思っていて、例えば僕みたいなそういうまだまだな人にとってはそういう思考になってしまうじゃないですか、だからせっかく機会損失することが多いんだろうなーって、だから要は嫌われるような行動を取ってしまってんだなーっていうのは気づかされますね、うん、多いそういう人多いよ、うんうん、もったいないですよね、ものすごいです、例えば銀行員もそうやし証券マンもそうやし、あとはなんだかんだらっていろいろあるけど、うんうん、まあいろんなその商売のジャンルでね、そういう資産家さんみたいなもん相手にしてる人たちいるけど、うん、やっぱだいぶ間違ってやり方してますよ、うんうんうん、もったいないよね、本当に。呉服屋さんなんてね、例えば500万とか600万とか1000万とかいうような着物を、うんまあ、作ってるような老舗のとこなんか、うん、もっとやり方によっては商売あると思うんですよ、そういう人たちは、ね、だから金額関係ないんでね、うんうん、ただやり方を間違ってる、うんうん、で、あともう一個、愛ちゃんのさっきの一番最初の話でな、うん、まあそういう人たちとそう付き合いを持ちたいみたいなやつな、うんうんうん、の話でいくとな、なぜか日本の中だけに視野見てる、みんな。ああ、世界を見ろと言われてるね、うん。世界中見てみたら全然違うんですよ、また面白さ。うん、うん、
だから日本の枠の中だけでそんなもん見たって、なかなか分かりにくいと思うよ、これ。確かに。うん、ある意味桁が違うんだ。だからさっきマッチも言ってたように、お金があるところにはありますと。でもそのお金はあるところにあるんだけど、それをつかみに行ってない人たちが多いしっていう部分で、そう、だからその辺が。いや、いやいやいや、あのね、だいぶ、愛ちゃんの脳みそ、だいぶ、なんていうかな、溶けてきた、溶けて、愛ちゃんの脳みそ、だいぶ、こう、なんていうかな、アップデートしてきたかなと思ってたけど、ちょっとまた元に戻ってきた。いや、すごい興味があるんですよね。なんか昨日もだからそういう体験をしたから、いろんな人と話して、いろんな人を観察してたんですけど、みんな面白い、ワクワクすることが好きだっていうのはその通りなんですけど、そうなんですけど、うん、ただ、一方で、やっぱりそういうところもやっぱ気になってしまう部分があったりして、どうなのかなっていうのは、すごく個人でも興味があるんですよ。一個言うとね、はい、要は資産家みたいなやつって、はい、そんなにお金って持ってないんですよ。そもそも。それは言ってましたよね。うん、そんな、うん、皆さんが言うほど持ってないんでね。うん、持ってるものは、その CF ですよね。キャッシュを生み出すものを持ってるってことなんですよ、結局はな。うん。そら、配当であってもそうやし、うん、会社であってもそうやし、あとはまあ、うん、不動産であってもそうや、うん、何かほっといても産んでくるっていう話ですよね。そうですよね、うん、でこれはどちらかというと意味合い的には、うんはい、まあ下水俗っぽい話の中で言うと儲かるっていう感じですね。そうですね、うん、でなんていうかな、その事業っていうかな、頭と体を使って、はいはい、そのマネーを得てる形っていうのは、どちらかというと稼ぐみたいな。そうね、稼ぐ。まあ、だからちょっと違うんですよね。だから、意味合い的にはだいぶ。意味合い的にはね、だいぶ違うんだよね。やっぱり要は、住んでるところが違うみたいなもんですね、なんかね。うん、もうまるっきり違うもんですから。違う、住んでる世界観が違うっていう。で、一番いいというかな、まあまあ、これから新しい時代がどうとかこうとかって、まあ、それがな、スケール的にどうなっていくかとか、まあ、かなり変わってはいくんやけど、今のところ、まあ、この両方、稼ぐという行為と儲けるという行為を両方やってる人が、やっぱり、その、愛ちゃんが言ってるような人たちだと思うんですよ、やっぱり。そこそこ仕事もしながら、事業で仕事もしながら片っぽでそういう、なんていうかな、資産が勝手に膨らんでいくような運用してる人たちみたいな話だと思うんですよね。うん、でもやっぱり今思うのは、やっぱりその、僕らみたいな人間が思っている、その一般的な人間が思っている思考と、確実にまっちゃんたちのタイプの人たちの思考がまるっきり違うっていうのは、すごく思います。だからそこの境目が、要は好き嫌いの問題になってくる。なので、みんな離れていくんだろうなってのはすごく感じましたね。うん、それともう一個だけ付け加えるとな、あまりにも目の前のことばっかり言う人多いよ、やっぱ。あ、それ、動画見てる人に気をつけた方がいいですね。結局、うん、そうだと思います、みんな。そこへ行くためというわけじゃないけど、そうなりたいというか、まあ、仕事的なもんにしても何にしてもそうなんですけど、目の前のこと、今日のこと、明日のこと、来週のこと、来月、うんうん、これをね、やるから、なかなかね、その、難しいというかな、やっぱな。3年とか4年とか5年のスパンで、うん、要は、どうなっていくかっていう未来予想を描いていってやった方が楽しくていいってね。だから投資、ね、特に不動産みたいなやつですよね、うん、俺の場合の、うん。うん、俺の場合不動産ですよな、運用は。うん。うん、運用というか、まあ、借金もね、入りもでも。ね。この仕事、ほんと2、30年スパンの仕事なんですよ。うん、短くて10年。うん、長かったら30年ぐらいの仕事なんですよ。ってことはな、はい、俺今55ですわ。まあ30年80年、ね、で85の話でしょ、うんうん、自分のためにやってる仕事じゃないってことになってくるんですよ。そうですね、わ、うん、かる、わかります。自分のためじゃなくて、でみんなのためですもんね。みんなの、まあまあと、まあ、家族のため、ね、やっぱりあとは、うん、自分の会社、うん、事業みたいなやつもあるわね。こっちをカバーするためみたいなものもあったり、はいはい、あとはそのまあまあね、そりゃその時になってみれば世の中のために何か還元しようとかとかな、まあ、そこまでは別いかんでもええとしてね、はい、もっと長いスパンで見んと、はい、なかなかね、その自分俺みたいになってまうよ、うん、多分、うん、それダメですね。よろしくないですね、はい、うん、そういうことなんですよ。だからね、うん、結局は法定通貨、マネーの運用みたいなもんっていうのっていうか、投資、活用法っていうか投資法みたいなやつも、うんうん、そのいつも言ってるように、買った負けたな、儲け、損した得したとか、うん、そういうことを考えてたら夜も眠れんよ、多分もう。いやー、眠れないですね、はい、うん、
そういうやり方じゃ、なかなか そういう思考しとったら、なかなかそこへは行かないよ、やっぱ。で、これ不動産みたいなもんさ、積み上げなんでね、結局は。で、要は不動産収入、そのね、キャッシュフローがあって、はいはい、で、うちの場合は法人やけどな、はいはい、その法人がその決算含めて優秀やと。で、はい、この、貸し借りのな、あの、貸借対照表っていうのがあんねんけど、まあ、そんなもんいろいろ見ながら銀行がな、もっと金貸したり、借りてほしいとか、そういうことになっていくわけですよ。はいはい、それが、何その一月、二月、半年でいきなりそうなるわけじゃないんでね。積み立てだじゃん。その、1年の決算見てまた借りてもらえませんか。またその翌年だったらまたもっと借りてもらえませんかみたいな話なんですよ、結局は。結局はそういうことですね。だからもう本当に、なんだな、本当に長期的に長くて焦らず、それで地盤を固めながらやっていくのが一番いいってことですよね、やっぱりね。だから、どこに自分のその、ライフスタイル、ライフ環境でしょ、環境。環境に自分を身を置くために何をしておくの。いやでもやっぱりね、すべてはメンタルっすね。メンタルというか、メンタル、ノウハウじゃないし、じゃ心の問題ですね、やっぱりすべてがね。やっぱり、すべては心の、モチベーションって、なんていう、メンタルって言えばいいのかな。まあだからあとはな、今その投資的な資産家的な話だけじゃなくてな、例えばね、その田舎の方に海の近くにそのね古民家みたいな古い家があったりしたらな、でそこに畑ついてるとかな、そういうものを今買っておくみたいなことでもええし、なんだから生き方っていうか、そのなんていうかな、何通りものライフワークとかみたいなもんを演出できるみたいな形にしといたらええわけでしょうから、結局は一方通行っていうか、もうそこしかダメですみたいなことになっとったら詰まってくるんでね、新しいものも見えてこないんで。何やったっけ、今日話がちょっと愛ちゃんの質問悪すぎて、今日。いや、今日は単純に資産家の人と仲良くなる方法ですよ、卒論から言うと言いにくいですよ。なんで仲良くなりたいの。いや、仲良くなりたいと仲良くなることによって、何笑わないで笑ってるんですか、まっちゃん。笑わないでくださいよ、そんな。いや、でも仲良くなりたいっていうのは、やっぱり自分の思考の幅を広げたいっていうのが1個ですよ。で、もう1個は、ゲスな話で言うと、やっぱりお金稼ぎをしたいっていうのは2個ですよ。それはね。ただ、今の話を聞いてると、結論変えると、お金稼ぎで行くと、それは沈没するんで、そういうことやめた方がいいよねっていうのが結論じゃないですか。基本的に、その、要は仲良くなってから、その仲良くなって、未来投資のことに対して、お前、要は一緒にやるとか、ビジネスをやるとかだったら、まあ、出してくれる可能性あるけど、でも、最初の入り口が、その、なんだろうな、そういう目的でやると崩れていくよねっていうのが重要だなって思うんですよね。まだ仲良くなるっていうことを前提に置くのがベストなんだろうなっていう感じです。まあなあ、だから、じゃあそれね、じゃあ別に仲良くなったからって言って何かが降ってくるってわけではないんだよな、別に対して。そう要は一番大事なのは、その、通貨のシステムみたいなもんよな、俺がいつも言ってるような、ああいうもんとか、今言ったようなその思考的なもんですよ、これを自分のものにするみたいな話でしょ、結局。そう思考を自分のものにするのもそうだし、ただ、なんていうのかな、あとはそれを活用する、自分で活用するっていうのもそうだし、結局、人間の最終的なところって、やっぱりその、稼がないと意味はないじゃないですか、結局のところ。要は、どんなに最低限のお金を稼げっていうのをよく待っても言ってるじゃないですか。要は、いらないってもね。そのためには、やっぱりいろんな思考だったり、いろんなものを持ってて実践しないといけない。そうすると、自分の違和感がある人と一緒に接しないといけないと。それは事実じゃないですか。要は、環境変えろってまっちゃん言ってますよね。ただ、論理的に言っちゃうと、仲良くする方法だったりとか、近づく方法が誤ってたら良くないなとは思ってるんですよ、僕の中でね。まあ、まあ、そりゃそうやな。その、いきなり、押し売りみたいな。そう、無理じゃないですか。ライブにもせえへんしな。そう。まあ、日本だけじゃなくて、ね、世界中もそうなんやけど、結局ね、何らかの形で関わるっていう方法っていうのはな、自分の商売は高いもの売るってことですよ、結局。まあ、それはよく言ってますよね。まあ、単価が高いものを提供するってことです。それもべらぼうにな。あー、なるほどね。はい。ほんならそういう人と出会うよ。なるほどね。要は、単価を、自分の単価の、付加価値の単価を上げるってことだね。だから、例えば釣り道具。釣り道具。
水曜日。俺がプロデュースしてる釣り竿なんか、なんかバカみたいに高いからな。まあ、100万ぐらいするんですね。いや、まあ、それはまあ、いろんなあんねんけど、まあ、はい、だからね、そういうことをやってると、そういう人たちが見つけてくるよ。ああ、見つけて、え、向こうから、向こうから、こっちから行ったらあかんよ、あんなもんって。間違ってたかんで、それ。こっちからよろしくお願いしますって言って、面白いな、これ。こっちからよろしくお願いします。ダメなんだ、逃げていくよ。向こう、ピューって逃げていくんだ。あ、そう。ぷいってされる、ぷいって。ぷいって、ほんまに誰、ぷいってやられる。あ、そう。向こうから来させるようにするんですよ。あ、それ、仕向けるような仕組み。いや。だからね、何でもええんすよ。何の業界でもええし、どんな世界でもええんでね。そこでとりあえずは実力じゃないけどもな、ある程度ナンバーワンに近いぐらいまで行くわけですよ。もう一生懸命頑張ってね。からつけてね。で、そこで思いっきり単価上げてもらうわけよ。ほんならそういうとこから、あ、それはマッチャー戦略だね、確かにね。マッチャーも釣りで1位になって、世界1位ぐらいになって、売ってくださいって来るわけよ。でブランドにして、そしたらよし、これを釣り竿1本100万ぐらいで売ってやるっていうようになるね。なるほどね。だから何の業界でも一緒よ、これマジで。まあそうね。例えば何がある？あと、まあ、農家さん、ね、若いがこれから農業すると、で、ほんだらその何て言うかな、肥料農薬使ってないね、自然栽培、自然栽培のな、その新鮮なね、体にいいようなお野菜をべらぼうに高く売ったいわけでしょ、定期的に、資産家に。いや、よく分かりやすいのだ、そこでしか買えないものですよ、やっぱり。サービスもそうじゃないですか、自分しかできないものでしょ。それは前、まっちゃんも言ってたね、そうね。いや、でもあれだな。今日話しててはよく分かりました。ちょっと営業っぽくしないで普通に仲良くなるために行きます。それ良くないですね。だから物の基本的なところが間違ってますよ。ですよね。そうよね。売ってくださいってお願いされる立場になるから。そう、向こうからね、お願いします、売ってくださいって言われるのが一番ベストです、ね。だから何でもそうじゃないですか。どんな、例えばなんか、まあ、IT でもなんかいろんなサービスがあんねんけど、まあ、この人にしかできへんのやから1年待ちとかな。そうね、だからね、だからやっぱり圧倒的に動いて、圧倒的な実力を提供して、その実力が出ただけで、あのね、高い金額の時代になっても変わらんのは、ものの、その、なんていうかな、商売的な根本的な考えっていうのは、需要と供給っていうのを意識せんとダメなんですよ。まあ、需要と供給はあります。確かに。ね、はい。で、需要と供給で、供給側が多すぎると値段って崩れていくわけですよ。デフレですわ。はい、ね、で、供給が絞られる少ない状況になると、物価が上がるインフレですわ。ですかね。でもな、そのデフレ、インフレの枠の中におらん商売ですよ。もう全然違うところにおる商売ですよ。関係のないところよ。分かりやすいから。そうでしょ、はい、で、デフレ、インフレなんてせいぜい上下やっぱり 5% とか 6% とか 10% ぐらいまでじゃないですか。はい、それをね、1000円のもんや2000円のもん売っとったらな、もろに影響を受けるわけよ、これ。そうですね。分かる？はい。一つの単価が1000万、2000万、3000万なんて関係ないんですよ、そんなの。関係全くないですね。そうです。分かるでしょ、これ。分かります。関係全くないですね。だから、その、まあね、純粋な魂っていうか生き方というか心としてはええで、やっぱその、はい、なんでみんなに優しくみたいなイメージはみんなと一緒にと思ってても、はい、一商売としたらな、はい、商売成功させようと思ったら安いもん売っとったら無理やって単価の高いものを提供していくってことですよね。当たり前の話でしょう、もう。だってそんなもうその辺の例えば趣味の世界になりゃなるほどな、はい、そこそこの資本家みたいな人とか、そこそこ儲けてる稼いでるみたいな人って、そこら辺の人と同じもん持ちたないわけよ、やっぱ。もうブランド物を持ちたいし、ブランド物のサービスを提供してほしいんですよね。ブランド物はいらんけど、そこまでいらんけど、もっととんがったもん欲しいわけですよ。金額なんかどうでもええんで。どうでもいいですね、確かにね。そういう人以言うてないじゃん、関わりたいやん。まあそうですね、関わりたいし、単純に言うと、ゲスな話で言うと、そういう人と関わりたいし、そういう人とのつながりもいっぱい欲しいですよね、やっぱりね。これはやっぱ趣味の世界が入らないって何回も昔から俺の動画で言ってるけど、言ってますね。そんな人たち別に
なんていうかな、新しい商売で誰かと関わり合うなんて思ってへんから、もうそもそも。ああ、もうその思考で、ね、やっぱり忘れちゃうんですよね。ダメっすね。なんか前も聞いてて、ちゃんとインプットしてるはずなのに、どんどん削られてるのが嫌だな、人間なぁと思って。趣味の世界よ、ほんと。うん、まあだからサウナで、なんていうかな、サウナで出会うなんてそんなことないからな、そんな変な話。まあまあでもね、まあまあ確かにその、あの昨日この間も3時間でお風呂で入って話してたんですけど、サウナが大好きだって言ってたから、ああ、そうなんだ。ゴルフでもないんですよ。うん。あれも庶民の遊びやからな。じゃあ、そういう人たちがする遊びって何って考えたら大体わかるでしょ、もう、そもそも。まあ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 、まあ大体やってることは全然変わんないですからね。もうそのなんか夜クラブ行って飲みに行くとかそんなもう飽きてるわけですよ、もうみんなもう、いや今そんなこともしたくないと、うん、もういいよ、うん、そうでしょ、めんどくさいこと抹茶がそのデーですからね、もうね8時には寝るっていうのはそういうことなんだろうなと。いや俺の知ってる人次の昔からのその愛ちゃんが言う俗に言う超大金持ちみたいな連中って似たような感じよ、もう、まあ、飽きてるんですよ、うん、もうで、うん、もっと言うと世の中に飽きてる世の中に飽きてるのか、こっちか。あー、なるほどね。いや俺じゃないで、そのスーパー級の連中やで。あ、まあスーパー級の世の中に飽きてる。何人かおるけどな。はいはいはい。もうほんまかよみたいなやつだな。抹茶だったらほんまかよって感じなんだ。けど俺とはな、ゼロが多分 4個ぐらいゼロ違うよ。やばいね。それは日本じゃなくて海外でしょ。いや、日本におるよ。マジで、うん、マジで日本ってあれ、ほんまかよ。やっぱ上には上がいるからね、そうよね。ゼロ4個ぐらい違うな。もう1個ぐらいゼロ違うか。でね、これね、ちょっと言い方悪いけどな、奈良県って知ってる？ね、知ってる、知ってる。大阪の横のな。ここにそういう人多いよ。なんで？いや、言わない。なんで言うの？それは絶対言えない話。あるんだ、ここに多い。理由があるんだ。ちなみに、うん、まっちゃんがね、その自分の格上の人と付き合うときに気をつけてることって何なんですか？格上なんて思ってないもん、俺。ああ、その思考か。なるほどね。だからな、ゼロ4個多いから向こうの方が上とか、そういう感覚でおらんって、向こうもそんな感覚でおらんよ。なるほどね。まあ、同じようなもんやろ、みたいな。もう結局同じ人間やろって感じですけど、いや同じ人間というか、もうそうある程度一線のところまで行くともあんま関係ないんですよ、別に。もうそんなに、ああそうなんや、あおもろいな、そりゃ。それよりはその趣味的な釣りであったりとかな。なるほどね、やっぱおもろいわ、うん、そういうことか。うん、どっちの方ですよ、頼る頼らんみたいな話も。うん、頼る頼らんというか、なんていうかな、なんていうかな、その例えば魚釣りでもこんなことよく知ってるとかな。うん、でそんな一緒に行くやろ、行きますね、遊びには。はい、仕事は商売の話せえへんよ全く、やっぱりお互いに、うん、もうどうでもええんで。うんどう言ったんやろ、だからこれ、どう言ったんやかな、じゃあどうす今日まとめ話したいんかな。いや、まとめでも簡単な話、仲良くなるためにはこれやっとけばいいって言ったら、まあ、仕事の話をしないで終わりじゃないですか。いや、だから趣味で入ってもめっちゃ話じゃないですか。趣味でその仕事の話を要はしないっていうことはイコール、その趣味でみんなでワイワイ遊んでればそれで OK って感じですよね。で、好きな話で、うん、好きな仕事以外の何だろう話で盛り上がっとけば仲良くなれるってことですよね。うん、だからあんまりこの箱庭っていうか箱の中でこうあんまり考えん方がいいんちゃうかな。なるほどね。もっと全然違うとこ上見るとか、うん、空の上見てみたらなんかヘリコプター飛んでるよねみたいな、うん、あっこ行くかみたいな。だからみんな例えば思考的に、僕もそうなんだけど、ああいうところに行くと要はあのいい人とご縁があって、仕事がもらえるっていう風な思考になってしまうっていうのがそもそも良くないっていうことなんですよね。例えば資本家が集まるところの、うん、交流会が仮にあるとしたら、そういう思考でいくと、結構失敗しやすいから、逆にそういうところで行くときには、まあ、戦略というとなんかおかしい話だけど、まずは仲良くなるということを前提に、なんだろう、趣味から入っていっての方が早いよねって話ですよね。
まあだから趣味から入っていくっていうとこな、その人が役にその趣味みたいなやつに合わせるっていうのも変な話になってくるんだな、これ。まあそうね。そうね、やっぱり自分がね、自分が何らかの形でその何でもええんで、そういうところでやっぱり突き抜けなあかんよ、やっぱ。向こうから寄ってくるっていう形に持っていかんとあかんから。いや、もう持っていかんというか、勝手に寄ってくるから。まあ確かに勝手に寄ってきましたね。一人で二人で勝手に興味があるからってすごい聞いてくれてるって部分もあったので、そうだから答えますけど、だからやっぱな、やっぱ最後自分の話ですね。だからやっぱりあの自分すげえなんだろう、武器を持っとくべきってことですよね。要は自分にね、いやもう簡単に言うと自分の価値ですわ。だから、はい、その人たちとか、そういう人たちから見て価値のある人にならんといかん。そうね、そうね、価値があるためには自分の、なんで技術を高めていくのは、簡単な話なんやけどな。簡単な。どういうふうに捉えるかやな。そうね、それ人間って忘れちゃうじゃないですか、脳科学的に言っちゃうと。だから、やっぱその人の価値ってことになるんですよ、最後の詰まるところの話。なるほどね。だから、例えば、お医者さん、あの例えばね、天皇家専属の医者とかおるわけでしょ、やっぱそうでしょ、まああれちょっとなあ、あの人ワクチンのことなんか言い出したけど前は天皇家専属の医者みたいなのおるわけじゃないですか。あ、いますね、います。やっぱそういう人たちもどちらかというとその専属みたいな欲しいわけよな。まあそこまではいかんかっても、なんていうかな、お抱えみたいなな。お抱えな。だからその、やることはやっぱその人の価値ですよ。どういう、何を提供するにしてもやっぱ。そう、付加ですね。付加価値が上がるから、それだけで、その、箔がつくというかね。だって、料理人にしてもそうでしょ？あのチーンってやってる居酒屋のチェーン店とな、ゼロ2個ぐらい違う料理屋なんかいっぱいあるわけでしょ、大体。ありますね、あります、ね、そういう人たちが行くようなところでな。そうね。もうやっぱそれはその料理人の価値でしょ、素材の価値ですね、だから何でもいいんで、その突き抜けなあかんよ、ある意味だから何でもいい。そうね。要は職人になっていかなあかんわ。そうね、職人ですね。だ IT にしても何しても俺職人やと思ってるんですよ、あれもやっぱ。ああ、なるほど。職人技をできるって感じちゃうかな。そうですね、そういう話したほうかな、単純やと思うわよな、俺。意外と単純なことができない人が多いですからね、本当にね。だから、なんか今日はもうすごいまっちゃん詰まってるね、この話みたいな。いやいや、まっちゃん自身にとってそんな、なんだろう、面白くないというか、な感じだと思うんで、今日は申し訳ないなと思いつつ。ワクワクしないなと思う部分もあると思うんですけど。あとな、最近、あれが増えてきたな。あれ？あのあれ、狩猟。狩猟？山で狩猟。ああ、ブンって打つやつ。はいはいはい、はい。あれも最近ちょっと、そう、ああいうのとかな。はい。あと、何やったっけ？自分で。はい。蔵作ってみるとかな。蔵、とかな。あとな、養蜂。蜂を育ててみるみたいなやつとか。はい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 。なんかそんなこともやってるよ。牧場。牧場物語みたいな。もうとかな。あとな、なんかいろいろ、なんかそういう感じ。はい。前はゴルフ場を作ってみたりな、はい、暇やからゴルフ場を作って何回もやってみるとかやっとったけど、もうそんなもんおもろないから牧場みたいにしてる。ああ、おもろいな。いや、昔は鯉とかな。鯉とかね。鯉。あれ、お屋敷の中に鯉があると、そういうことですね。なんか鯉の養殖やってみたりな。すっぽんの養殖やってみたりな。ウケるわ。なるほどね。だから、わかる言ってること、なんとなく。そんなんが好きなんですよ。だから逆にそういう好きなものを提供する側になった方がほんと早いよねって思うよね。だから熱帯魚って今流行ってないけど、一時流行っとったんですよ、熱帯魚。アホみたいなネタやから。なんじゃこれ言うようなネタですよ。あと今はもう流行ってるかどうか知らないけど、そういう資産家の人たちってな、はい、クワガタ好きな人多いんですよ。20年、15年ぐらい前かな、俺が。はい、まあ、今付き合いないけどな、そう言ったら。クワガタとかカブトムシとか。クワガタ好きやったな、みんな。
不思議ですよね。なんでクワガタ好きなんでしょうね。なあ、だから意外と、まあこれ女性、俺の場合は男性の話なんでね、意外と子供っぽいことが好きなんちゃうかな。ああ、少年っぽいことね。なんか、いや、今、まあ、言ってたようなこと全部そうやろ、だって。まあそう、最終的になんかみんな少年に戻りますからね。なんか子供の悪ガキの遊び。あ、悪ガキの、だから要は小さい頃に戻ってやりたいんでしょうね、大人になってね。うん、うん、そうやと思う、多分。多分そういうことだろうな。あとまあ思考力っていうかな、うん、変な人多いよ、やっぱ。うん、まあまあまあ、それは変人多いでしょうね。思考、ちょっと変わってるわな、だから。うん、ちょっとずれてる人が多い。ただ、ずれてる人が多いんだけど、話を聞いてると根っこはしっかりしてる人が多いかな。うん、そうやな。よう勉強してるしな、みんなな。要人のことで観察してるし、いろんなんで知らない、誰か自分の関係ないことまでよく知ってるもん。うん。これはびっくりした。本当で、そういう人格が多いし。だから、結構な、はい、その言うように、その田舎、はい、あの地方田舎の方でもええんでね、はいはい、なんかその自分の生き方っていうかな、そうね、うん、生き方ですよ、うん、ライフスタイルみたいなもん、もう一本持っとくと一本二本な、そうね、うん、面白いでしょうね。ほんまだな、はい、さっき言ったような田舎ならではのやれることっていうのがあるんですよ、ね、都会ではできへんことが、ね、本当そうですよね。クワガタとかな、うん、なんか 海の川べりで養殖するとかな、川べりなんか田舎やったらあるんですよ、いっぱい。なるほどね、うん、だからそこへ手つけりゃ面白いからハマっていくでしょ、自分がハマっていきますね。でその2、3年、4、5年やってるとなんかこう極まってくるんですよ、うん、誰でも毎日は同じことやってるから、はい、極みの域到達するんですよ、はい、毎日やってたらな、うん、ほんだら誰かが目つけてくるわけですよ、やっぱり目つけるというか見つけるわけでよ、見つけていきますね、うん、この人面白いことやってると、はいはい、ね、じゃあちょっと買わせていただきますとかな、どうやって進むとかな、はいはい、そういう感じちゃうんかな、はい、OK です、うん、OK です。いやー、おもろいですね、やっぱり、ね、見つけてもらうってことよ、そういう人たちに。はいはいはい、はっきり言うて資産家なんて暇やから、みんなまだ見つけてもらって話しかけてもらってって感じですよね。やることなくて困ってる社長多いと思うで、結構ああいう連中、やる、だから常になんかそれをつまんないようにしないためにいつもワクワクなことやってることが多いですね、だからね、うん、そうやな。だからまあなあ、なんかいろいろ自分でやったらいいんよ、自分で。うん、そういう人たちは何が好きだろうとか、そういう人たちは何を求めてるんだろうなんて考えるから話がおかしくなるし、うまいこと言うの。おー、すごいいいまとめだ。確かに。そこは根本やからな。確かにね。確かにね。そういう人たちが好きだからこれやって売ってやろうとか、なんか付き合いしてやろうみたいな話になってきたら難しいし、ならないよ。うん、自分が極まってるや、極めてるやつですよ。それに寄ってくるって話ですよ。うん、単純にね。いや、その武器を極めとけって話ですね。それだけの話ですよ、そんなの、うん、自分と同じ程度のやつと付き合いたくないと思ってるから、それ俺より好きなんですよ。面白い。だから要は、だから異形のやつの、オタクみたいなやつが好きだっていうのは、こういうことなんですね。自分にできないこと持ってる人が好きなんで、やっぱ。すごい、そこはね、なんかね、自分の中で言語ができましたわ。おもろいわ。なんか今日全然愛ちゃんの話は面白くないな。すいません、正直はちゃんとしたテーマ考えてませんでした。大変すいません。質問せえよ、はい、持ってると思うでみんな。もちろん今日はレベルの高いこと聞きたかったのに、なんやそれ。すいません、今日は僕の単純な疑問を聞いちゃいましたので、宇宙哲学のところとか質問できませんでした。あとまあな、今のところなんだかんだと規制あるからちょっと難しいかもわからんけど、はい、まあ世の中っていうかな、日本の国というか政治っていうか、はい、その法律の枠的なものがどうなっていくか別としてな、はい、射撃場なんかやったら入ると思うな、俺多分な。あ、でもなんか射撃場だと斧投げとかが結構海外では流行ってましたよ。あとあれもこれ弓道、弓ですか、うん、日本っぽいですよね、弓ね、うん、あれ何でしたっけ、弓って。ああいうのにめっちゃハマると思うんですよ。ああ、まあ確かにね、弓道とかな、うん、まあ、こういうの結構いい良さそうですね。なるほどな。まあいいや、今日はこんなまあ、ストーミーに向けてのまっちゃんにとっては超つまんない内容で大変申し訳ございませんでした。次回はちゃんとワクワクするようなまっちゃんにとってのエンタメ的なワクワクでも的なことを言うことでやりたいですよね、やっぱりね。そう。
だからもうマスのことをやりたいんですよ、僕は。僕はあのマスのことをいっぱい、バッチャにとっては苦手だと呼ばれてることをやりたいんですが、ちょっとその中でも宇宙法則の話を。ちなみに、まっちゃんさん、最近、宇宙的な話題で、まっちゃんの好きなワクワクという話題で、いいネタとかあるんですか？なんか、話せやすいネタとか。気持ちっていうか、意識っていうか、魂っていうから、意識的なもんちゃうかな。意識的なもんが結構変わってきてる人が今多いんでね、やっぱそこを理解するっていうか、波動を理解できるような人が増えてきましたよ、だから。うん、だから、やっぱり何でもそうなんですけど、物事すべて動いてるっていうか、起こってるっていうか、あるものみたいな形のものっていうのは、その、なんていうかね、自分らの頭の中の人間の世界の中の概念だけで、と思ってる人たちが今まで多かったけど、だいぶ変わってきてね、最近は。もう全部がつながってると。宇宙そのものもそうやし、みたいな。そういう感覚持ってると。だから、ってなってくると、起こってることもそうやし、必然性みたいなもんもそうやけど、やっぱり全体で動いてるっていうことを理解できるとか増えてきてますよ、今。波動なんですね。波動、だから全体、だからその全体的なものを意識するというか、理解できるようになってくると、さっきのその話も分かりやすくなる、俗の話も。なんていうか、あのね、なんかね、追いかけるんですよ、みんな。まあ、俗の話で言うと、何かを達成するためにとかな。で、潮の満ち引きみたいなのがあるのと一緒でな。ちょっとまだ今日こういう話を大好きやねんな、ほんまは。ですよね。ここ行ったらみんなわけわからんって言うから、愛ちゃんが言うな。それは有料の方じゃないとね、抹茶の価値が出ないですからね。ちょこっとだけ言うとな、その潮の満ち引きみたいなもんと同じで、追いかけてるばっかりでもダメなんですよ、これ。もう、あのそういうふうに成り立ってんのよ、宇宙というか、その、なんというかな、この世界というか。世の中の根本的なところでしょ。根本的なところを理解せん。だから、今日、愛ちゃんはその俗っぽい話で、エンタメ系でやってるけど、こっちの方がわからなかったら、今の話もわからないなってくる、さっきの話も。だからさ、あのね、波動ってつまりそういうことなんですよ。潮の満ち引きみたいなもんもそうやし、で、あと、引力みたいなもんもそうやし。ね、であとそのなんていうかな、月火水木金土みたいなやつもそうやし、そうね、あの自分はこうなりたいとか、自分の欲望みたいなやつとかな、欲望と不安みたいなやつってあるじゃないですか。あ、欲望と不安って表裏一体なんですよ、どちらかというとな、欲望不安みたいなやつってな、その欲望不安みたいなやつを解消するとか満たそうとすればするほど、ならないっていうことなんですよ。潮の満ち引きみたいなのが分かってないと。だから整えて待つって感じですよ。分かりやすい。まあ、自分を整えて車を待つっていう感じですね。そう、まず整えなければ意味ないですからね。確かに、魚取る時ってな、追いかけていったら取れないのよ。網かけて待っとくわけよ、魚って。はい、そうね、そうね。それは分かる。来るところに。それはすごく分かるよ。通るところにな。はい。分かる？分かります、分かります。そういうってことはね。むやみやたらと追いかけていってもダメなんよ。あれ、逃げていくばっかりやな。そうですね。むやみに追っかけちゃダメですね。はい、整えて、待つと。整えてます、整理整頓してます。で、自分のが整えば整えるほど極まっていくっていう形ですよ。なるほどね。で、極まっていけば極まっていくほどエネルギーが増大していってるって形ですよ、自分の波動が。で、自信もついてるって形で、これも波動ですわ。確かにエネルギーが集まってくると、もうワクワクしてくるので、ワクワクしてくると情報がいっぱい入ってくるのと同じですよね。それは整えてる状態だから、情報が発信されてるのを収集がいっぱいされていくって感じですね。だからな、儲けるためにやるとか、そういう感覚でおると、その波動が出るのよ、やっぱ。そうね、で、その波動からは資産家は逃げていくんですよ。そう、だから結局話のまとめ、そうだね、もうその人たちって見抜く力に優れてるんで、そう、逃げていきますね。もうそういう話ばっかり聞いてるからな、毎日だからもう飽きちゃうんですよね。またこれかみたいな、ちょっとおもろいこと言えよとか思うわけよ。
いやでもそれってどこの世界でもそう、恋愛でもそうじゃないですか。だから例えば銀行員でも証券マンでも何でも今その資産家のとこ行ってな、うん、その儲かりますってみたいな話してもな、いやお前クワガタの話、クワガタの話してくれたらめっちゃ喜ぶわけよ、それに。ではその人自分の好きなところの話をしていて興味があるところと、だから極端な話、金持ちほど愛について語ると面白いねって思うよね。そういうのか感じちゃうかな、多分、うん、面白い話。やっぱりその経営者の方でも仲良くなっていく人でも供述事故愛について語るとすごい1時間も2時間も話すんだけど面白いよねって話って、うん、だからあるんですよ、世の中には。今日もうこれ終わるけど、はいはいはい、どれだけお金持ってても買えないものっていうのがあるんですよ、この世の中には。あるんですよ、現実。あるんですね。うん。それはまあいろんなもんがあるんですよ。いろんなもんがあるわけよな、はいはい。どうしても買えないものっていうのがあるわけ。まあ、ありますね、ありますね。まあ愛情的なもんもそうやし、うん、まあいろんなもんあんねんな。でも俺の場合はそのどれだけお金持ちでも買えなかったものっていうのがでっかい魚ってことですよ。どんだけ大米払っても釣れないっていうね。俺の場合はね、これに酔いしれたわけですよ、世界中の大金持ちが。わかる？わかります。うん、自分の通貨で何とでもなると思ってきたものが海行ったら全然釣れんと。なんぼ高い釣り竿買って、だ次このルアーやったら釣れますよって俺プロデュースするわけでしょ、うん、でそうかこれやったら釣れるのかみたいな、うん、それ100個ぐれとかな、うん、分かってきたこれで、ね、あーもうあのいいね、それ究極論だね。相手が欲しい、相手が要はお金で買えない領域に提供することによってみんな買って、ああなるほどね。そうなん、そう、あの釣りの世界って面白いんですよ。どれだけお金釣れんからね。やっぱりマッチュンのその思考は、やっぱりマッチュンはやっぱ宇宙法則の人だよね。そうだね、もう自然相手やからな、うん、やっぱその話が一番面白いよ、やっぱり。マッチュンが若者ゲームのシミュレーションじゃないんやから、こうしたら釣れます、ああしたら釣れませんから、ある一定程度はあるんですよ、うん、でもね、それが商売に勝負ったら俺ら道具作るわけでしょ、うんうん、だから釣れる道具作ってんねんから高い値段しかダメよみたいな、いやつきましては2年ぐらいかかりますねみたいな、はい、綺麗にだからしびれ切らしてるわけよ向こうはもうはい、もうすごくいいまとめです。さすがでございます。松田に今の値段の2倍でもいいから1年で何とかしてくれとかな、それダメですみたいな。はい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 、待たせれば待たせるほどもう何て言うかな、もう目がどんどん早くしろって絶対なりますよね。あもうそれのことしか頭ないみたいな。おもろいわ。商売の鉄則ってそんな感じよ。うん、はいはいはい、はい。わかる？わかります。これをどちらかというと入れ食いっていうわけ、俺らは商売。いやー、おもろいな、やっぱりな。でもいいよ、やっぱり抹茶頭いいから、本当によくこんな質問が、ま、こんな綺麗にまとまるなと思いますよ。いやまあ、質問がまとまれてるのは俺がやった経験の話だからな、これはな。まあ、一番だから、マッチの経験の話が一番楽しいですよ。やっぱり、うん、マッチのね。次回はあれ、釣りの話でも紹介、はい、おっ死にかけたやつとか行こうか、釣り。あ、いいです、いいです、いいです。その方がなんかね、マッチのね、あのね、機関銃向けられたとか。そう。マッチの経験談がやっぱり一番おもろいですよ、やっぱり。次、そうしよう、みんな楽しみにしてる。マッチの死にかけたシリーズ行くか、そう。お願いします。絶対、その時点シリーズがワクワクしながら聞いてて、僕もね、あ、映像が思い浮かべるから面白いから、そういうなんか、AI で仮想物語でも作ろうかなと。ちょっと、来週からちょっと釣りの話ちょっとやるかな。愛ちゃん、こいつと言って死にかけたとかいう画像をこの辺に出して、俺も写真を送るとこいつと。ああ、OKOKOK。こいつとライオンを。だから僕画面共有するから大丈夫ですよ。こいつとライオンを打って。じゃあ、足で弾当たったやつがおるから。じゃあ、そのね、まっちゃんがワクワクする次の話で、その死にかけた話をどんどん出していきましょう。そしたら年末年始だから、海外の人も見る人も多い。そうか、それな。ちょうどお正月シリーズ。お正月シリーズで、年末年始でちょっとハプニング、こんなハプニングがありましたっていう人とやれば、本来のまっちゃんの能力が発揮されるんですよ。まあ、と思うわ。みんなね、なかなかこう銃向けられたこともないしね。そう。胸で沈没した。だからそのエピソードをその何年行かれてたんでしたっけ、釣りって。え？釣りって何年行かれてたんでしたっけ。ああ、長いことやったな。20年近いじゃんかな。じゃあ20年間の歴史をちょっと語る企画をちょっと正月明けぐらいまでやりましょう。
まあちょっとじゃあ来週は釣りの話ということで、いやいや、そしたらまあちょっとワクワク、そんなおもろないわ言う人は見んといてくれたえ、でも釣りがあるから今のまっちゃんがなんかその根元ですからね。そう、釣りがなければ今のまっちゃんはいないですからね。ないないない、うん、それはなんかもう釣りの人間なんで、その話をしてちょっと面白いことやってやると、うん、まあ本当世界中のな、その大金持ちと知り合いになってたからこんな感じにもなってるし、そうですね、やっぱり誰と知り合い、何で遊び、何でとっかとことんやるかっていうのが一番重要ですからね。はい、じゃあ来週は釣りでいきます。釣りの話を話して、はい、ではすいません、今日はありがとうございました。はい、さよなら、さよなら、失礼します。